はい、こんにちは。今日はですね、このページをご覧いただき、誠にありがとうございます。私がですね、この教材の、5万プログラムのですね、販売者の、川本と申します。でですね、まあ、この教材では具体的にですね、どのようなことを、公開しているのかっていうお話なんですけども、まずですね、私自身がこうやってですね、いろいろ今インターネットビジネスで、まあ、収入を得ているわけなんですけども、その過程でですね、特に一番大事だった、ことをですね、この教材に、埋め込みました。で、実際この教材をやることによって、まずですね、あなた自身の中にある、自己イメージ、この教材でも今ちょっと説明させていただいていると思うんですけど、セルフイメージっていうものをですね、変えていただきます。で、なんでこのセルフイメージっていうのを書き換えなきゃいけないのかっていうお話なんですけども、セルフイメージがですね、全てを決めているんですよ。これはですね、なかなか学校の授業とか、日本の教育システム上ですね、教わってないんですけれども、このセルフイメージっていうのが、あなたの年収だったりとか、付き合っている人だったりとかですね、すべてですね、生活環境とか、もうすべてを決めてるわけなんですよ。で、セルフイメージっていうのは何なのかっていうとですね、自分にある、自己イメージです。自分がですね、自分のことを思っている自分ですね。要は、自分の中に設計図があるんですよね。自分の中に設計図。で、設計図の通りにですね、あなたは生きてるわけなんですよ。で、あなたが知らないうちにですね、あなたがもしかしたら、痩せたいって思っててもですね、セルフイメージの設計図の中には、デブっていうことが書き込まれているのであれば、あなたがですね、いくらこうやってダイエットしようと思っても、セルフイメージにはデブって書き込まれているあるんで、太ってしまうんですよ。だからですね、すぐですね、第2番、なんか新しいものをやっても、元に戻ってしまったりとか、あると思うんですね。で、これ他にもいろいろ働いています。すべてにおいて。だからあなたも経験あると思うんですよね。すごい、例えば、友達でとかでいるかも思うんですけども、めちゃめちゃですね、かっこいい男の子がいても、でもですね、全然彼女がいなかったりとか、できなかったりとか、モテなかったりっていう場合はあるんですよ。それなぜかっていうと、彼のセルフイメージの中には、私はモテない人間であるっていう、イメージが書き込まれてあるからなんですよ。本当にですね、これは意識してみると面白いぐらいにですね、働いていて、要は自分が持っている現実ですね、思い込みっていうものがですね、人には必ず、あるってことなんですよね。で、要はですね、あなたが収入を上げたい、自分で稼ぎたいっていうのであれば、稼げるノウハウを手にする前に、まずね、自分自身が稼げるセルフイメージっていうのを持たないといけないんですよ。だからこれ本当に不思議なんですけども、例えば年収3000万円の人と年収300万円がセルフイメージの人っていうのは、同じビジネスを始めたとしても、本当にですね、見方からやり方から量から質から全て違ってですね、結果的にその自分のセルフイメージ通りの収入をですね、実現してしまうっていうのがですね、このセルフイメージなんですよ。だからですね、セルフイメージっていうのはある意味で言うと努力とかではないんですよね。自分らしいゾーンなんでやってしまうんですよ。例えばね、あなたが歯磨きをするがごとく、朝起きたら多分無意識的に歯磨きしたりとか、顔を洗ったりとかすると思うんですけど、それと同じように自分らしいゾーンなんで、自然にやってしまうのがですね、このセルフイメージっていう特徴なんで、ぜひですね、あなたがまずですね、稼ぐ、たいのであれば、稼げる自分当たり前なんだっていうですね、セルフイメージを持たなければ稼げるようにならないんですよ。ですからですね、私自身がこうやっていろいろ自分自身で勉強してきた中でですね、このセルフイメージっていうのは本当に、自分の収入にほぼ直結していると言っても間違いではないんで、そのですね、ノウハウ、どうやって自分自身のこう自己イメージ、セルフイメージっていうのを書き換えていくのかっていうのをですね、この教材で、公開させていただきました。ぜひですね、この教材やって、本当にあなたが結果を出すためにですね、分かりやすくステップバイステップで組ませていただいたんで、ぜひですね、お手に取って、セルフイメージを書き換えてみてください。もですね、お忙しい中、このページをご覧いただき、ありがとうございました。ぜひ教材でお会いできたらと思います。